まったくみんなスクフェス、スクフェスってさ、このゲームのこと忘れてない？スクスタ 3.5 アニバーサリー、天国区切りでね、アニバーサリーしてくださるのめっちゃありがたいんだけど、1日でもログインを1ヶ月以内にサボったら1週間が無駄になるみたいなシステムで、全部は集められませんでした。というわけで、ポタちゃんは何十連あるんですか？確か最大120連だった気がする。僕なんと50連。私は110連。いやすごっ。1日だけ逃してたらしい。というわけで、ポタちゃんはね50連分しかないので、だいぶ前にもらったミューズの10連ガチャと UR 確定10連ガチャもやっていきたいと思います。で、今回は 3.5 周年無料10連ガチャっていうものをもらったんだけど、各ユニットで同じチケットをね使い回すことができるんですよ。ポタちゃんはどれを引くんですか？そうだな、ミューズで。狙いは？うちのチャンネル数々のガチャ動画あるんですが、マジで唯一勝ててない動画がありまして、ブライダル矢沢すごいんだよ。本当にすごいのがUR 確定の3回まで引き直しできるっていうガチャがあったんだけど、それで私たちうん百回引いたの、1個も出てないのよ。本当におかしいんだよね。中でもレアカードかもしんない。あと皆さん何連で僕あなたの推し出ましたみたいな、いらないので、知れ。はい、じゃあ行こう。いきます。もう深く考えることはしない。とりあえず真ん中の高坂ほのかがかっこいいという事実だけを見つめ、そしてガチャを引く。はい。しかも最上級画面じゃん。これ来てますよ。やっぱスクスタのガチャ画面が一番上がるんだから。はい。1。あっ、正面。よし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 。熱い熱い熱い。うわっ、共に生きる綾瀬。あれ、ミューズしか出ない。あっ、あっつ、レアカードもなんだ。あっ、そして、おいしい。え、これはまさか、わっ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 、髪をちょっと結んだかよちんだ。髪ちょっと結んだかよちん、かわいい。これ何食べてんの？マジ？またこの女食べとるー！かわいい！え、すごい！やば、しかも新規だよ。あら、はぁ、めっちゃ回る。スクエス2でも見たいな、これ。移植お願いします。やだ、スクスタを消すな。もう幸先噛みすぎるよ。こんだけで、ね、リンパなガチャ来てたら2個リンパなガチャ来ます。2個巻きガチャの可能性あるよ。それはそれでいい。またかよちんだ。え、すごっ。ちなみに私それ持ってないよ。ブライダル、はい、はいはい、ブライダル、やばい、はいはい、はい、やばいってこいつ。ガチです。あボトルになった。期待して高いよ。星子演出。1、もう1枚来い、もう1枚来るか。おもしろ、1枚。人妻登場さん。はい、これ飲んで、はい、これ飲んで、あったまりなさい。本当にやばくないこれ、こいつの効果ったら。怖い。これだってブライダル矢沢と出る確率は一緒なわけだからね。そうだよ。あと2枚。すっごい、頑張れよ、ログインぐらい。はい。お願い、お願い。あ、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 じゃかましい、じゃかましいわ。
いいよ最後の一枚。マジでログインちゃんとしようだみんな。うーわー、ぶち上がるな。やっぱスクスタのガチャ決めちゃってポダじゃん。スクスタさん、巷では刺繍なんてささやかいてますが、そんなことないですよね。まだ戦えますよね。そんな引きここで見せてください。いきます。おい、この秘書画面来た。これ一番キショいんだから。かぶり UR の可能性が一番高い。貫突だったりしたら出るイメージあるな。え、星5これで、ね、こんだけスクスタ初めて見た。見ないとかある。え、何それ。見て見て、すごいでしょ。え、高坂さん、うわ、あれ新規、そんな画面あんの。激希少画面だって。かっこよ。でもさ、優勝してるよ。え、これ来る。え、昇格。うわー、What the fuck。 え、これ、あるぞ。ほんと。ただの希少画面だ。希少画面だ。というわけで、5アニバーサリーの分は終わりましたが、まだあります。はい、幾分か昔に配られたやつ。SR 以上1枚確定10連チケットガチャ。1個だけ残っとるってことは運命力で残っとるってことだよね。まあ、残り物には福があるっていう言葉がね、イニシエから日本ではささかやってた先生だって。ささかなんばんなセントソイントドリントンパラサイトシュセン、ささくれ向いたら肘のところまで向けて大量出血バーン。サニーソフィン、ミャン、引くか。ユニットがごっちゃだから。そうね、ミューズばっかりとは限らないんですよ。まあまあ、推しの新規ならいいわ。そうだね。あ、でも私はブライダル狙ってます。ブライダル矢沢引きます。ヘイ、おい、お前らこっからの脳汁やばいんだから。気持ちいいんだから。これがほいほい、おーほい、うわ、気持ちいい。格変じゃんこれ、やば。あなたをお待ちしていました。おう、ようこそ月の世界へ。月の世界、うわ、わあ、ニュー、おめでとう。ぴょんぴょこぴょんぴょん、かわいいな。え、これやったやったなんだ。お持ちでしょ。でもね、反発してるだよね。全然大丈夫。リーダー、お店に来て。うわあ、もしかして私と一緒にダイビングやってくれるんですか。一緒に派遣カードやん。濡れすぎ。ノートびちゃびちゃになります。さすがにカードのアドが高すぎる。いや、間違いない。誰にも言わないでくださいませね。え、あなたと私だけの秘密ですわよ。よし、黒沢のディーアデキ。あら、忘れてるよ。これね、勝ち申した。いきますよ。熱い。でも美味しい。なんで3年生こんなポンコツなん。みんな可愛いね。口の形、あさといんと浅香かりんさんのサインが一番女の子らしくて可愛い解釈一致です。こダメなしだって一緒にいたら楽しいよね。わあ、これは妹さんが、まさか。可愛い。うわ、これ美少女です。遊び疲れてしまったのですね。え、これなに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 。キャットダイヤ、引き良すぎない。ちょっと幸せです。現実世界から離れて、うわ、こののんたん、二人で星を眺める。え、素敵。一番可愛いんだから。え、一番可愛いよね。一番可愛いんだから。はぁ、うわぁ、のんちゃんのサインめっちゃ平成です。まだあんの。勉強頑張ろう。わわ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 
一生出なかったフェス限の南小鳥動画外で弾いときました。バカ。わあ。え？びっくりした。しかもこれ貫突してある。スクースタイルですね。うん、私は南の持ってないカードが SR だと1枚。え？マジ？あれさっきのやつ持ってるらしいよ。持っとるんかい。SR だと1枚、UR だと2枚だけ。やばお前。というわけで私が欲しい南さんは何度も言いますが、いくよ。新しく登場しました。みんなのこと待ってたんだ。私のこと待て。というわけで110連分さらっと南を出しつつ引いていきたいと思います。はい。正直スクスタの演出ってさ、 UR2 枚か否か以外だったらあんまり関係ないんだよね。そうなんよね。おっと、まあ、でもおーはい、やべえ。わあ、神引きやん。私もう勝ち確定したわ。え、二押しの矢沢、そして南の R、 3枚です。これ出ます。あ、でもこのガチャ演出とか UR2 枚以外って関係ないから。さっき聞いた。あと私南小鳥の持ってる UR 全部貫突してるから、この画面になりがちだと思いますよ。うわー、こういうことなんですよ。あら可愛い。これなんかね、フェス限のやつらしいね。みんなそういうの良くない？このゲーム神ゲーなのにね。出過ぎです、みなみさん。一個一個段階上がってくんじゃないか。え？ R、SR ときて幸運の姿見せちゃう？え？出過ぎだよ。まあ、9分の1だから。まあまあまあ。にしても出てる気がするけど。あー、うわ、可愛い。このスクスタに設定した時、リンちゃんだけこの顔になるようになってんだよね。ダンスの時、どんな確率？これ次南の UR やん。これ楽勝です。はい、早々に優勝しちゃいます。無勝で優勝。そうそう、虹色みたいです。文句言わないで。ああ、すいません。頑張って調整してんのね。ごめんね、今やらせ中なんだから。ああ、すいません。スクスタイムに電話かけて最初出ないようにしといてくださいって。うわ、それ僕との帰り道。サイリウムマジだな。マジだよね、うん、え、南率やば。どうなってんの。え、次こそ。だってさっき R 3枚、そうね、 SR で SR と R、 もうこのメロンパンになった南がこのギュッとね。ギュッと。そうなんですよね。もう全部答えかもしれない。電話しといたから。あーだね。え、3枚。え、めっちゃすごくね。普通に引きがいい。どうなってんの。バグり散らかしてない、君のガチャ画面だけ。え、すごくない。やばいよ。くっ、変な声出た。こんなお姉ちゃんの顔の矢沢2個見れる世界線ある？膝枕して。ちょっとコート2個で出てるよ。やばいよ。運営がスクスタ見せられてる。こちらにプロプロにスクスタをかかってるって言われて見せませんよ、本当に。ちゃんとあやさも出ていく。かわいい。やばい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 。過去最高に出てますよ。最高のパフォーマンスをみんなに届けるよ。なんと一押し二押し三押しが出ました。これやばすぎます。にゃん。押しがゼロ。でも全部メロンパン。いや、でも今注ぎ込んだ。みなみ、私持ってる UR ほとんど感動してるから。でも、もうその言い訳きついよ。南なんだよね。でもね、ニュー持ってない唯一の SR 出ちゃった。でも SR の小鳥率エグくない？やばい。一番出てるよ。なんならレアも小鳥いっちゃん出とるって。え？おーってことは持ってない UR の南出る流れしかないやん。みんなさ、いつも順調に引いててさ、そろそろ疑ってない？ね、つながり。まあちょっと言及はできないんだけど、いくよ。力注ぎ込んでね。ゲー。あ、ごめん、ショッカー出てきた。電から大丈夫。マキちゃん、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 
マニュアルサイリウムなしで一番ノリノリに息やめて貫突してない南の SR、 さすがに南出すぎ、やばい、残り南の UR というテンポだもんね。もうそれで揃っちゃうんだからね。動画作りうまくてごめん。はい、わーす、ナイス、じゃあ、あざとくてごめん、南にカバーしてほしい。え、ちょっとしゃべきね。一番最後ね、決めてくるじゃん。いやいやいや、はあ、隣の席の東條さん、うわ隣の席だった、絶対勘違いしちゃうな。前誰でも勘違いするだろう。するよ。ついに来るのか南、今 R で南食べてない。1チャージお願い。大丈夫です、何があっても私が守りますから。これ南が所持済みじゃん。でも南が一番今やってる第一位。いやスクスタも最終回ですか早いだろ。あ、早い、気が4周年迎えようよ。それはうちら次第じゃない世界中の南ここに集めてしまえば、集めてしまえば。そんな不協和音なことある分かってんな南。やるやん、そっちがその気ならこっちもこの気でいくよ。この UR 確定10連ガチャで全部南小鳥で決めてやる。おいそれ、おいおい、おい、いつもコメントで引き締めをしてくる悪い者たちよ。おめでとうゼロンちゃん、私は10連で出たよ。興味ねえ、消えそれ。あなたをお待ちしています。ようこそ。そんなことある、全く同じラインナップだったらどうする。ちょっと怖くない、疑う。まるで宝石箱を覗き込んでいるみたいね。た、味の宝石箱の清丸もびっくりな西野脇さん。おいしい、とってもあったまる。お、全然違うぞポタちゃんと。え耳かけようちゃんめっちゃいいじゃん。何これ、末永くお幸せに。ありがとう見てマキちゃんのちょっと切なそうな表情。え、マキちゃんって私に気があったの。そういうことだよ。え、ごめん、でも私最初からずっと南しか見てない。スペシャルフルムーン、どうかマリーの願いを叶えてね。なんで、でも私の願いも叶えたい私もそこのスペシャルムーンに。スペシャルフルムーン、いいのっていい、ほんでね、必ず勝ってみんなのところへ帰る。かっこよ、待って、別の世界線の人おらん。ルビーさんって呼ばせてください。桜の精霊さん、どうもありがとう。人欲しかった、でこれ桜の精霊視点です。かわいいワンダーランドのプリンセスカスミンです。持っとるんよ、ホトニコの娘みたいな中洲持っとるんよまだある。風船を割るのってドキドキするね。お菓子いっぱい出てきますように。みんないっぱい出てきますように。それはそう、かわいいけど後ろのこの風船めっちゃブスだな。ほんまに。みんなとお正月をみんなとお正月を過ごせるなんて嬉しいな。ここまでさ全く推しが出なかったの最後に最後に決めたって。しかもニューだよ。スクスタ笑んでくれまして。